お疲れ様です。まともや、麻雀でございます。ね。この動画をしつこくしつこく見てくださってる方、本当にありがとうございます。今回は4人麻雀をね、やってみようかと思いますね。えー、自由対戦でランダム。4人麻雀で大事なのは、うーん、何でしょうかね。楽しむことですかね。はい。じゃあ E1 から切り出していって、E ピン、E ソー当進めていきましょうか。これはね、統一手になる 可能性が非常に高いいかなと思いますでもウーワンが入ったことによってそれがちょっと消えたかなと思いますまあほ統一戦に進められるようでしたらあーチーピンパーピンと切っていきたいところですけれどもここで、まあ、イーソーを切って白をねやっぱりこう温存していくって形ですかでハツは切られたばかりなんでここで合わせていきましょうはいえさらに攻めやすくなりましたねチーソーが入ると三色含みということになりますはいえ激しく仕掛けが入っております ドラが2種類になりましたね。えー、ちょっとこれでね、3色がなくなったわけですけども、あなんかすごい危険な状況になりましたね。はい。これは、チートイに改めて振り返っていきましょう。あもうこれはちょっと受けた方がいいですね。イースワンか。うん。ドラゴっていうのがすごいですね。ドラゴンって言い方しますけどね、昔から。はい。ことなきをあました。次は、キーソーガドラで、 えー、6七八もしくは7八九の三色がにおってますけども、まあ、3層から切り出してねメンツは足りてますからこれで進めていきましょうかでこれちぴーーも早めに切っちゃうって感じですねで7八九がにおってきたんでこの辺りで白を落としてまだ三色の形は決めないでおきましょううんどっちでしょうねこれあこれは三色なくなりましたねなくなっていいんじゃないですかでこれでリーチしましょうか イースワンはちょっと借り気味ですけどもその分だけ他社が使いにくい筋なんで行き筋ってやつですねこれは積もってくるんじゃなかろうかと思いますはい積もりませんねなかなかねあ上がりになりましたね、はい、まあ3級に裏が乗ってマンガンという形になりますはいこれの裏が乗らなくてもね乗らなくてもってめくる前に分かんなくちゃいけないですよね今のはねこれも 78k の3色がかなり によってますねこれによってマンズの1つも見えてきたって形になりますで9ピンがポンされましたんで9ピンがちょっと貴重な範囲になりましたねはいペがポンされて本楼頭がによってきましたここから E ピンを切ってことなきを得たわけなんでちょっとこの辺りでね仕掛けに合わせていく手組みを踏んでいきましょうかで酸素を手拍子で切らないように気をつけなければいけません おシャーー来ましたねうんこれはちょっと白が今度切れなくなってきたのとまあ何はね小数子はないでしょうけどもねお白誰か切りましたねよく切ったなうんまあこうなってからには E1 を切っていくしかないかなはいじゃあ Q1 も切っていきましょうかはいえー、と酸素をね切るとおこれはドカンといく可能性高いんでまあ安全度の高い何の方いきましょうあれ すごいですね。何が当たるなんて。トンの切り出しが早いですもんね。これはやられました。小数紙を捨てて12,000を取りに来たということですね。まあこれは打って本望ですね、はい。ちょっとね、さっき上がりの、なんかね、可能性薄かったのに、上がりへの色気が捨てきれなかったところに敗因がありました。もう完全にね、ベタすればよかったんですけどね。はい まあ気を取り直していきましょう。これはね、Q1 を仕掛けるってですね。Q1 が残り少ないんで、ちょっと仕掛けていきたいですね。はい。じゃあこれをポンして、まあ、うっばっチーでもいいかなってとこですね。はい。これでチーで、はい。これでいきましょうか。Q1 とナン。このシャボで回していくと、 はい。これはまあ、上がれて当然の形だったかなと思います。紙の人がちょっとね、2500しかないんで、気の毒だなと思いますね。まあ、場合によっては飛ばして、飛ばし量で言えるみたいな方法もありますけども。想像が割と多いですね。まあ、一色点にするほどではないんですけども、ちょっと意識していきましょうか。これ、数ピンを泣きそびれたんで、こう、ピンズを全部切っていく手で、進めます。リャンズをね、素直に引くと、 なかなか面白いんですけどそうもいかないですねはいえー、これはあとマンズを使いあこれイ、e、ペーコンも出てきたなうんちょっと酸素切っときましょうかこれ数ンをね重ねる形になるといいんですけどねあ数値ワンになりましたねうんリャウンパストでいきましょうかこうなったら、うん、これでいいんじゃないですか はい、まあこれでいいでしょうねはい、まあ、これは特にコメントないです何発あすごいゴールデンメンツができそうですねこれはちょっとソーズに若干寄せていく形になりますでここはシャーを合わせていこうか E ピンも切るような形になりそうですねはい、じゃあ E ピン切っていきましょうかマンズはねやっぱ統一のまんま 買う形になると思いますよ、うん、はいこの辺りでちょっと手が遅いんでもう上がりを諦める感じですねピンズがね埋まればね綺麗なんですけどねこれ泣いときましょうかはいじゃあちょっと天秤をかけてピンズの方これはあっちかまあでもドラなんでねこれ泣きましょうねでまあ赤ウーピンがあるんでウーピンで受けます はい、上がりですね赤じゃなかったけどはいまあまあですかねあこれはちょっと一色手が似合うような感じですけども遠い遠い方ですかねどっちにしても数層から切り出して遜色ないでしょうこれもリアンマンですかねこれ泣いていきましょうか泣いて積極的に攻めていくような感じですね 何を手拍子で切らないように気をつけましょうはいじゃあこれンピンの方がくっつく可能性が強いかなうんこれ初一枚切りでしょ誰も回してないんで初が重なる可能性強いですまあこれはこれでしょうがないですねはいじゃあこれで改めてトイトイに振り返ってあこれちょっと痛いですね痛いけどまあこう構えますわね まあ,あ、リャンピンで上がれるでしょ。あ,あ、出ないですね。うん。400点紙の方が残ってます。で、トイメントの点差が1万点少々なんで、24000で飛ばして終わりっていう図が見えてますね。はい、これはね、Q1 から切っていきましょうか。 こんな感じででいいでしょうねこれペーポンしてこれちょっとピンズの方に用していきたいですねこれもちいいとうっぱそうなんだけど出る場所ちょっとね気をつけないといけないあこれが一番いいですねはい宣伝ですけども出伐採ということになりました残る曲2曲になります これはトイ,トイにちょっと石を残すためにイーソから切ってローピンを切るとでこれも鳴いていきましょうかこれはねあの薬杯がほらどれか重なりそうでしょだからこの地配を残しつついくということですねんこれ緩和しないでしょさすがにはいじゃあこれで数値イで目論見みりです あとは遠い面から出ることを期待したいですね。チーソー切ってますね、一回。まあ、飛ばして終わりで、ちょっと見送りましょうか、これ。いいはい、ありがとうございます。ね、これは上がれますね。いいはい、目論見通りになりました。はい、オーラスですね。まあ、2回連続出場債取ってますんで。 ここでも多分上がれるでしょう。白がね、これ重なると思いますよ。これちょっと切っときましょうか。はい。じゃあトーンを切って。白重ならないですね。なんがまだ出てない。キーピン切っとこうか。はい。じゃあ、ここからなんを切って、白もなくなりましたね。はい。 まあ、こんな感じじゃないですかあのペイをねあんこにする力が私にあればいいんですけどもどうでしょうかねまあ、ペイはあんこにしなくてもいいかはいこれでああちょっと惜しいですねこれねペイをあんこにする力ありましたねやっぱりね <laughs> 終わりましたちょっとトップは取りませんでしたペイをあんこにする力をやっぱり信じればよかったです はい、じゃあこんなところで今回終わりですね。まあ出羽祭まで取ったんですけどもなかなかうまくいきませんでした。